い、先生、おばらんです。はい、かのちです。やけです。やけです。まいっしょです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シャッシャッ久しぶりなんじゃないの、この4人。ああ、そうかもしれないですね。4人だとシャッスだよ。そう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 。ここ、ゆうきさんの事務所なんですよ。そうですね、自宅みたいになってる事務所です。そうです、そうです。でね、俺その昔ゆうきさんと二人っきりで遊んだ遊びで、あまりに暇になっちゃってね、遊んだ遊びがあったんですよ。うちでね、かくれんぼ。事務所で、うちでね、かくれんぼ。そう、この事務所大して別に広くもないし、そんなに隠れてもない。でもかくれんぼや。そう、その結果ね、面白いことが起きて、はい、マシコ泣くっていう。あまりにも見つからない。そうなんだ。どんどん泣き声になってくる。ゆうきさん、ゆうきさん、いないよ。それ小学校の時の話とかじゃないですよね。去年、去年。いい大人です。そう、それをね、ちょっとカドッチに体験させたいなと思って。そう、カドッチが鬼で探す人やってもらって、残り3人を見つけてもらうっていう。3人隠れんの？そう。おー、そんなに難しくはないと思うけどね。うん、へえ。でも制限時間だから設けましょう。おや、5分。5分ぐらい。5分で。5分で。5分で。うん、5分以内に3人見つける。怖えなじゃあ、なんか罰ゲーム考えますよ。ああ、はいはい。なんか今晩の晩ご飯でもおごってもらいましょうかね。ああ、じゃあ見つけられたら、はい、こちら3人でも。もちろんもちろんもちろん。そうしましょう。よし、ということでね、カドッチさん、鬼となって僕たち3人を探してください。はい。ということで、かくれんぼやるぞ。おっしゃ、かくれろ。よっしゃ。まあ、竹さんはね、序の口で早めにね、見つかった方がね、いいんですよ。うん、カドッチさんのモチベーションもあるし。はい。うん、かわいい。で、僕はですね、このカーテンの中隠れるんですけど、この靴を一足履いておきます。僕は派遣のこれですね。これ履いておきます。お、カメラ置いたんだよ。一瞬入り口で迷ったかな、それは。よいしょ、カメラゲット。で、見えない。キッチンタイマー5分スタート。どこいるんだ。マシコあたりトイレに流れてんじゃね。おい、残った。そんなに安直じゃなかったらしい。お風呂怖い。意外とみんな上手に隠れてやがんな。てっててー。いた。あー、竹さん見っけー。残念。竹さん見っけた。あー、じゃあ、いや、僕はね、正直腰痛くて早く見つけた。クローゼット。あれ、いない。これ、ゆうきさんでいいんじゃね。まあいいや。いない。二人も隠れる場所ある。いた。びっくりした。気持ち悪い。早いね。早い。あ、ゆうきさんいない。どこかな。俺、あの、悪い虫を探すところの見てるんだけど、大丈夫。これがね、俺が泣いたやつですよ。いや、これ不安になるわ、本当に。二人でやってたら。二人でやってると本当きついよ。しかも俺夜中の3時やってたからね、これ。何やってんすか。ゆうきさんどこ行った。こんな場所ねえの。入んねえか。え、こっち見たよ、俺。本当に見ました。暗い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 。風呂の中、お風呂の映像怖いよ。ちゃんと見た？ここ入んねえっつってたよ。いない。うん、
いない。マジで。これ泣くわ。きついでしょ。どこいんの。引っかかってたりしないよね。いやでもちゃんと見ないと。どこいんの。いないよ。人がいないもんだって。これ泣くわ本当に。入ってない。ちょっと回ってる。回ってる。オッケーオッケー。45秒。いない。いない。30秒。残り30だよ。いないもん。どこ。10 9 8。マジで悔しい。これ5 4。いや悔しい。3 2 1。どこ。いやーゆうきさん、やったぜ。こっから声がする。どこ。ゆうきさん出ておいで。やったぜ。すげえホラーだ。惜しかったな。ちょっとね、ここちょっとずらしたんですよ。一回かどっちさん。よいしょ。惜しかったね。すげえ。ホラーだ。これ本当見つかんないよね。いや、百戦錬磨ですわ。どうよカドッチ。すげえな、あそこに隠れるって。てかあそこにスペースがあるって分かんなかった。絶対分かんない。隠れんとこが上手い人ってそれなりの修羅場をくぐってるんだろうね。間違いない。あのベッド選んだ理由がもしかしたらあのスペースかかもしれないね。人生何度目隠れたの。いやな、おかしいおかしい。はい、ということでね、今回はね、ゆうきさんの事務所でねかくれんぼをするというね、どうしようもない企画をしてみましたけど、うどう泣きそうになったでしょ。ちょっと泣きそう。3時に起きたでしょ。そうそう、ばっかじゃないよ。マジ泣きそうになった。夜中の3時に泣きそうになる。お前もお前だけど、夜中の3時にベッド動かして隠れるコントの声。しかも一人で全部やったからね。あー、そう、うん。ということでね、はい、ゆうきさんはカドッチに怒ってもらってください。はい、はい、ありがとうございます。ということで、以上、清少納言でした。またね。